目覚めよ、時は来た。あとで腰を抜かせて。どれどれ、ねえ、眼中腰に、ね、霊爆キー、誰の番だ。琉球に寄り釣りを、こうしてよ、ありがとう。救急に寄り釣りを、キー一陣五行結界陣火の玉勝負、よい霊爆キー吹きあらず、火の玉勝負、ジュフタイム、よいしょ、
ちと共に戦ってくれ。それはおらぬ。まだ戦えるんだよ。大江山に住む鬼どもの討伐を提案すると、集まっていた一族の長老たちの顔が曇った。この老人たちが何を恐れているのか、手に取るように分かった。老人たちは私のことを、源家一優秀な陰陽師だと言いながら、大江山に住む鬼王に確実に殺されると思っていた。とっくに対策は練ってある。あの刀が襖の後ろでその時をじっと待っている。おにぎり、皆にお前の実力を見せる時が来たぞ。はい、ご主人さん。皆が噂を耳にしたことのある源家の鬼殺しの秘策が、私の前でおとなしくひれ伏している。臆病者たちが男を目にするのはこれが初めてだ。私はひそひそと話す一族の人間たちに視線を落とした。怯えるのは弱い者だけだ。私は決して怯えたりしない。時は来た。それ以上私に近づかないで。私が預かってはキープで。
こうしてよ。救急如立にろ。時は来た。一緒の体より強靭な。うん。どうぞ。眼中腰に。ほらほら。行け。強烈よ。霊爆。金。ほらほら。ギアラク教師。貧弱の構え。急に寄り釣るよ。行け。溶接よ。くそ。
진! 고교! 객탄신! 야라쿠토시 오레노 반가! 대박! 진! 유키운 요리트리오! 時は来た。
天下の悪鬼を貫く刀だ。待ち伏せていた妖怪をすべて殺して、男は笑顔でそう俺に言った。私はお前の主人源頼光だ。これからはお前をおにぎりと呼ぼう。俺は過去の記憶を失っていた。その男は源家の陰陽師で、山でお祓いの最中複数の悪鬼に襲われたそうだ。